どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はですね、羽田空港の第2ターミナルの国際線制限エリアに来ております。で、今回ですね、第2ターミナルのリオープンということで7月の19日なわけなんですけども、こちらの動画はですね、ちょっとね、1日の中のね、1区間をちょっと取り出して動画にしていただいております。今回ね、第2ターミナルのリオープンしたね、国際線のスイートラウンジ、こちらをね、皆さんにシェアしたいと思いまして動画ね、回しております。今回ですね、視聴者の方からスイートラウンジ利用券ね、お譲りいただきましたということで、無事ね、ゲットすることができましたので、今回ね、皆さんにお見せできると思います。ということで早速ね、行きたいと思います。では行きましょう。ここのラウンジはですね、制限エリアを超えたエレベーター上がってすぐのところにね、あります。で、今日はね、リオープンということで入り口に、ね、めちゃくちゃ人いるんで、そこはね、ちょっとさすがにね、申し訳なくて映せませんので、ここで失礼させていただきたいなと思います。こんな感じでね、スイートラウンジ、ANA ラウンジの、ね、看板があります。ということで行きましょう。はい、どうも、ありがとうございます。じゃあ、ではスイートラウンジ入ってまいりました。本来はここが入り口なのかもしれないですね。はい、今ね、今日はね、リオープンということで ANA ラウンジ、スイートラウンジ同じ入り口になっております。では行きましょう。じゃあ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。おはようございます。入ったところには大きめのソファーがありますね。あれ、誰もいないんじゃない。おはようございます。どうぞごゆっくりお待ちくださいませ。ありがとうございます。まさかのまだ誰もいないパターンかもしれないですね。嘘でしょ。え、初。誰かスーツケースが置いてあるから、誰かいらっしゃいますけども。はい、こんな感じになっております。いやー、いいですね。スイートラウンジになっております。いやー、いいです。ではフードを見ていきましょうか。こういった感じのね、ちょっとバーテンさんがいらっしゃいますんで映せないですけども、こちらね、バーエリアもあってカクテル等々ね、作っていただけるのではないでしょうか。あ、こんな感じですね。素敵、素敵です。ぜひ皆さん利用される際はぜひ作ってもらいましょう。ということでフードを見ましょうか。こんな感じになってます。こっちは野菜エリアですね。反対回った方がいいな。こっちにすごいめちゃくちゃ美味しそうです。亀カラメルポワール、すごいですね。あとこちらもラウンジ記念のリオープンのマカロンが置いてあります。で、パン、いなり寿司等々があって、こちらに特大のケーキも置いてあります。まあ、これは作り物ですかね。はい、本物ではないと思います。で、こちらに飲み物エリアです。向こうと一緒ですけども、一番違うのはここかな。はい、こっちにはチタとかありますね。はい、スパークリングも多分言えばシャンパン等々出るんじゃないかな。あ、こっちにありますね。失礼しました。はい、ワインと、はい、シャンパンはちゃんとありますね。はい、で、ビールもプレモル、プレミアム、朝日プレミアム、一番搾りプレミアム、エビスボイルということで、やばいですね。はい、あとでいただきましょう。で、こちらに牛乳と、あとリキュールとかもね、トマトとかトマトジュースとかもあります。はい、ということでちょっとラウンジの中ぐるぐるしましょうか。お、ヌードルバーはないのかな。なさそうですね。こっちは個室エリアですね。はい、誰もいなさそうですけども、こんな感じになってます。まあ、なんとか映ってますかね。で、ここには USB と AC のコード、ちょっと映ってないかもしれないですけども、すごいね、モニターとかもついてる。中はこんな感じの空間になってます。非常にいいですね。寝れそうです。で、ヘッドホンとかもちょっと映ってないと思いますけども、ここにありますね。こちらに、あ、すごい、寝るところあるんだ。
やばい、寝れます神エリアもありますね。はい、いや今は誰も使ってないんでね、いいですね。あーすごで、ブランケットの貸し出しもあると、いやーいたせりつくせりですね。あの横になるところと、まあ、あの足を伸ばせるところ2パターンあるという感じですね。ここは飲食していいのかな、特に何も書いてないんで大丈夫そうですね。はい、いやすごい。でこちらに戻ってくると、まあ、残念ながらね、あの窓側の方はね、はい、今は使われてないということで柵がされてます。お客さんも誰も来てないですね。ということで、あとは入れるエリアはここかな。この中もね、今入れなくなってますんで、はい、こんな感じになっております。ここちょっとカーテンが掛かってますね。ちょっと飛行機はねバッチリ見えるかっていうと全然見えないですね。はい、こんな感じです。でこちらがバーエリアということで、せっかくなんで何かいただきましょうか。ということで、ほとんどね利用してる人がいないということで、めちゃくちゃいいですね。あ、今1人2人来たぐらいで、本当に全然いないですね。でメニューはね、今バーエリアにいるんですけど、こんな感じになってまして、 ANA ペストリーシェフグルペールチョコを利用したチョコレートドリンク、めちゃくちゃ美味しそう。あと今私が注文したこのシャンパン泡立ちでひらめきのトリプルにそうしたブルーラインで表現しました。柚子フレーバーとシャンパンを合わせながらお召し上がりくださいということで、めちゃめちゃ映えそうなのがあります。いやこれはいいですね。あと ANA アイスマジック、こんなのもあります。いいですね。あとはねそれ以外にもいろいろありますんで、チタのハイボール、ミモザ、ベリーニ、もう言えば何でも作ってくれそうな感じなんで、ぜひ皆さん利用してみてください。響きとかはないそうですね。うん、ちょっとスイートラウンジなんでありそうな感じでしたけど、残念ながらなさそうです。向こうも来たでしょうね、はい、そういうことなんで、せっかくなんでいただきたいと思います。いやこれはいいですね、はい、ちょっと私が飲んでいいのかっていう、めちゃめちゃ映えドリンクをいただきました。中身はシャンパンとユズフレーバーということで、いただきます。これどうするんだろう、そのまま飲むのかな飲み方がわからないということで、いただきます。うん、うまいっすね。シャンパンと柚子の、ね、香りがして、あ、おいしい。だけど結構回りそうな感じがしますね。これ食べるのかな、わかります、ゼリーみたいなのが入ってます。まあ多分これ後でいただくんでしょうね。うん、ということで、しばらくここでゆっくりしたいと思います。紹介できるとか全部紹介できましたかね。うん、どうでしょう、あと何かあんのかな、まあ、ちょっと何かありそうだったらまたね話したいと思います。全然気づきませんでしたけども、ラウンジエリアとダイニングエリア、シャワーエリアは分かれております。2階シャワー、3階がダイニング、4階がラウンジっていう感じですね。ということで私今4階にいるんで3階に行きましょう。どうも。それではダイニングエリアに到着しました。こんな感じになっております。結構ねコンパクトな感じですね。はい、目の前でシェフの方がお料理を提供してくれる感じですね。ということで見ていきましょう。やっぱりスイートラウンジといえばハーゲンダッツですね。はい、バニラ、ストロベリー、クッキークリームがあります。で飲み物は先ほどと同じですかね、うん、ちょっと若干違うかな、一緒ですかね、うん、シャンパンとかもあります。でこちらにパン、ソフトドリンク、で先ほどにあったお料理もマカロンも含めてあります。でこちらですね、和御膳とクロムッシュ
あとハンバーガーとサーモンイクラ丼とか、ANA ラウンジにはないメニューがありますね。カルボナーラとか牛丼とかね、あります。あとチキンカレー、カレーとかもね、ありますね。じゃあサーモンイクラ丼いただきましょうかね。サーモンイクラ丼いただいていいですか？サーモンイクラ丼、はい、お願いします。ではダイニングエリアからはバッチリ飛行機が見えますね。手前に止まってるのが787ですね。その奥はちょっとわかりません。いいですね、この2階エリアでバッチリ飛行機を見えてめちゃくちゃいいですね。ということでちょっとここに陣取って食事いただきたいと思います。サーモンイクラ丼をいただいてまいりました。あとよくわかんないこれもいただきました。ということでいただきましょう。残念ながらね、お寿司のサービスはないんですね。はい、サーモンイクラ丼はこんな感じです。いいですね。ということでいただきましょう。2杯目はせっかくなんでね、シャンプー。すごいね、日差しが。いや、あれですね、お寿司を食べたい人はあれですね、第2ターミナルの方がいいかもしれないですね。ねスイートランチね、全然使ってる人いないんでめちゃくちゃいいですね、今は。まあ、発着してる便もね、少ないんで、利用できるっていう人は少ないですよね。ということで、サーモンイクラ丼いただきます。サーモンの脂が乗っててうまい。取れてなかった。今ね、一通りこの甘いやつをね、青いやつを食べきってリビューし終わったところで取れてなかったです。これはね、甘いスイーツですね。桃とクリームと非常に美味しいです。ということでシャンパン飲んでゆっくりしていきたいと思います。テーブルにはね、QR コードがついてて、QR コードでも注文することができるようになっております。ということで、シャワールームに入ってまいりました。待ち人数もゼロということで、このターミナル3の ANA ラウンジとスイートラウンジ、シャワールームはね、分かれているっていう風になりますんで、いいですね。はい。ということで、見ていきましょう。入るとね、こういったカードキーがもらえて、タッチしてね、利用する感じです。私はね、一番のシャワールームを利用させていただいております。で、ここに雪肌精ですね。で、ここにひげ剃りとか歯ブラシとかね、全部あります。で、こちらにドライヤーです。ドライヤーは普通のドライヤーですね。はい、パナソニックのドライヤーです。で、こちら側に洗面台と紙コップ、ティッシュ、こちらは特に何も入ってないですね。はい。で、お手洗いがあると。で、アメニティセットはこちらです。バスタオルとスリッパね、ありますね。で、シャワーブースです。中はこんな感じです。どうなんだろう？ ANA ラウンジのシャワールームとちょっと違いがわかんないですけども、どうなんでしょうかね。中は、固定式と可動式、両方とも使うことができます。で、アメニティはこちらですね。はい。幹元のアメニティがセットされております。ということで、利用させていただきましょう。すごいね、デジタル時計が分かりやすく置いてあっていいですね。
ではね、ちょっとシャワーを浴びて、ゆっくりしたいと思います。それではシャワー上がりました。めちゃくちゃ快適でした。ありがとうございます。いろいろアメニティもあって言うことなしですね。で、シャワールームの中でもね、非常に涼しいので、これもありがたいですね。シャワー上がるとね、結構暑かったりして汗かいちゃったりするんですけども、それもないです。またね、受付の方が視聴者の方ということでお声掛けいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、こわもてですけども、見つけたら気軽に声をかけてください。ということで、ランチに戻ります。それではですね、この仮眠エリアに来てゆっくりさせていただいております。あの、個室ブースもね、結構使ってる方多いんですけども、こちらはね、いらっしゃらないですね。はい、まあ、いいですよね。だからブランケットとかね、借りてきちゃってこういう感じですよね。いや、これはマジ最高ですね。ということで、ちょっとね、ゆっくりしつつ、まあ、このね、あの、このね、飲食別にダメじゃないみたいなんで、ちょっとお酒を飲みつつ、こちらまたシャンパンですね、ゆっくりしたいと思います。で、入り口のそばにはですね、授乳室やロッカー、あとお手洗い等々があります。検事もあるみたいですね。で、こちらにね、ロッカーですね、非常にありがたいですね。番号で使える感じで利用することができます。本当にこれはありがたいです。はい。で、下の方にはね、スーツケースとかを止めてこうやつもありますね。だからスーツケース引いてもここに預けられると。で、その隣に電話できるところとか、で、反対側にお手洗いと喫煙所などもあります。ということで、今回ですね、 ANA スイートラウンジ、お伝えさせていただきました。ちょっとね、ダイニングターミナルとね、サービスが異なる部分はありますけども、やはりね、こちらもピカピカで、またね、あの、仮眠エリアとかもね、ありますんで、めちゃくちゃいいですね。はい。ちょっと今回私はね、スイートラウンジ利用券で、ね、利用させていただいて、本当に視聴者の方にね、お譲りいただいて本当にありがとうございました。またね、あの、ダイヤモンドに返り咲いた際にはですね、また利用したいなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Thank you.